スウェーデン国立美術館を右側から撮影。手前はノールウンガ。国立美術館は夜にはライトアップされる国立美術館3階に展示されているフランスの画家フランソワ・ブーシェによるビーナスの外旋。鉄心がブーシェに制作を依頼し1600リーブルで買い上げた。この作品をきっかけに鉄心は一時期ブーシェのパトロンとなった。スウェーデンの国立美術館は ストックホルムにあるスウェーデン王家が収集した美術品が展示物の基礎を成しており、17世紀のオランダ絵画、18世紀のフランス絵画を中核としつつ、17世紀以降のスウェーデンの美術品、15世紀から現代までのヨーロッパの美術品を数多く展示している。16世紀の国王グスタフ一世が収集したルーカス・クラナハラの作品が、 国立美術館の収集品の基礎となった。17世紀にはスウェーデンはドイツやデンマークに侵攻し、美術品を戦利品として持ち帰った。また、16世紀の女王、クリスティーナや、17世紀の王、アドルフ・フレドリクと王・オーヒロビー・ザ・ウルリカといったスウェーデン王家の人々が美術品を収集し、さらに18世紀には、中仏スウェーデン大使で伯爵のカール・グスタフ・テシンが、 パリで絵画を積極的に入手しており、王家がそれらの一部を購入した。鉄心の死後、彼の収集品を国王グスタフ3世が購入した。国王自身もフィレンツェでイタリア美術を学ぶなど芸術への関心が深く、美術品を人々の共有財産としたいと考えていた。国王が亡くなってから2年後、王室の美術品が一般公開された。このようして、 美術館は1794年にコングリングミュージアムとして設立されたが、現在地の建物は1866年に開館した。ナッシュナルミューズムの名が与えられたのは、この時であった。美術館は、中世から1900年までのおよそ50万点のデッサンのほか、レンブラントやオランダの17世紀の作品の卓越したコレクション、そして時期、絵画、 彫刻、さらに現代美術のコレクションを保有する。また、美術館には、研究者だけでなく、一般にも公開された美術図書館が付属する。現在の建物は1844年から1866年にかけて作られたが、北イタリアのルネッサンス建築から影響を受けている。この建物は、ドイツの建築家で、ベルリンで新博物館を設計した。 フリードリッヒ・アウグスト・シュテューラーによって設計された。中央入り口を除いて比較的閉じた外観は、最上階の展示室まで導く大きな一続きの階段によって特色づけられる広々とした内部空間が存在する気配を示さない。美術館は美術館ワークショップに対応するために1961年に拡張された。現在あるレストランは1996年に 開業した。なお、スウェーデン王家による美術館への援助は現在も続いている。正面入り口のホールの壁には、スウェーデンの画家カールラーションによって6枚のフレスコ画が描かれている。その、スウェーデン美術の歴史の1枚、彫刻家、ユーハントービアス・セルゲルと彼のアトリエ。ABC、ストックホルム国立美術館15から20世紀の名画を楽しむ。 週刊世界の美術館ナンバー74ストックホルム国立美術館講談社2001年7月31日22ページストックホルム国立美術館15から20世紀の名画を楽しむストックホルム国立美術館23ページ主玉の一枚を読むビーナスの外線を読み解くストックホルム国立美術館6ページ AB 美術館物語を受け700年の歴史が育んだヨーロッパ海岸の域、ストックホルム国立美術館20から21ページ。ABC、ストックホルム国立美術館の美を読み解くキーワード、ストックホルム国立美術館34ページ。ノーライナーステイデン P67、スウェーデンの国民型、カールラーション展137ページ。階段ホールに展示されている。 カールラーションによる、当時の生贄。当時の生贄とは階段を挟んで向かい合って、展示されている、同じく、ラーションの、グスタブバーサのストックホルム入場。翻訳にあたり実際に参照していない。ありがとうございます。